いらっしゃいませ。月うさぎ堂へようこそお越しくださいました。お疲れでしょうから、奥へお上がりください。それではまず、先発をさせていただきますね。その際に、頭皮マッサージもさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは始めてまいりますね。お湯加減を調整しているつもりではあるのですが、暑かったら遠慮なくおっしゃってくださいませ。ではまいります。いかがですか？暑くはありませんか？どうですか？ちょうどいいのでよかったです。それでは頭皮のマッサージをさせていただきますね。痛かったらおっしゃってくださいね。では参ります。
トントンされたりするのもとても気持ちいいですよね。わかります。一生懸命癒してまいりますから、どうぞリラックスされてくださいね。少しでも癒されていっていただければ嬉しいです。はい、頭皮マッサージはこれにて終了です。次は洗い流してからシャンプーをしてまいりますね。
ではシャンプーをしていきますね。シャンプーを直接髪の毛に垂らすのではなく、手でちょっと泡立てるととってもいいんですよ。では、頭を洗ってまいりますね。目に入らないようにはいたしますが、顔にかかってしまった場合は手を挙げてお知らせくださいね。あ、もちろん口頭でお伝えいただいても問題ございませんので、よろしくお願いいたします。いかがですか？何気に不慣れなもので、もしこちらも痛かったらおっしゃってくださいね。
かがですか。本当にいつもお疲れ様です。お顔の力がだいぶ抜けてまいりましたね。癒されているようで何よりです。それでは洗い流していきますね。
大事ですよ。では、次はドライヤーで髪の毛を乾かしてまいりますね。
んとドライヤー混ざってますか？ドライヤーをしっかりかけないと髪の毛が傷みますから、気をつけてくださいね。せっかく綺麗な髪の毛が台無しになってしまいますから。それでは髪の毛を溶かしてまいりますね。現世は暑いようですから、こちらでちょっと涼んでいてくださいまし。
疲れ様でした。次は耳かきをさせていただきますね。大変恐縮ではございますが、私の太ももに頭を乗せていただけますか。ありがとうございます。それでは始めますね。なぜ目をしているのかですか。そうですね、まずお客様が気まずくなるのを避けるためということもございますし、私自身が
少々恥ずかしいということもございまして、このように名前をつけております。
つも気分によってさまざまな服に着替えておりますが、本日は戦国時代風の着方にしております。そのせいもあって、はじめは怖がらせてしまって、大変申し訳ございません。こちらの耳もとっても綺麗になりましたね。では最後にお耳をふーっとさせていただきますね。では失礼いたします。
ね。
しましょうね。